日本体育大学です。三段跳び並びに日本選手権女子三段跳び1回目がそれぞれ終了いたしました。 U20 女子三段跳び1回目が終了した時点でトップは福岡双葉高校の佐田奈々がマークいたしました。12メートル13。そして日本選手権女子三段跳びは現在トップは横川女子大学宮重糸葉がマークいたしました。12メートル49です。これから2回目に入ります。